こないだの殺しがニュースになった。報道じテロか通り魔だと思われてるようだな。満員電車で誰にもバレずに殺すとは大したもんだ。あ、電車の中って意外と誰も他人のこと見てなくて。だがもっと安全にやれたろ。なめてんのか。すみません。ぼる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 どっか。しくじいす。私のせいで桜井さんまで。 これからは仕事のやり方考えないと特に私の場合感情で行動しちゃうから桜井さんみたいにもっと冷静に心が追いつかない動かないでえっ何銃本物こいつが標的な盗撮犯とっさに一発撃っちゃったけど予定通り薬を売っていや待ってあなた私服警官 俺のスマホ振ったでしょ。怪しいやつがいないか見回りしただけなのにああ薬を打つつもりが痛いの痛いの飛んでいけ洞察がバレて刺殺って筋書きだったよなすすみません話がバカだぜいでうんなことは最初から分かってるそれに予定通りにいかない仕事もある臨機応変に対応できるようになれそれがプロだ 待ほしきる